インドネシアに勝利し、2勝1敗で、グループ突破を果たした日本代表。まだ確定ではないが、次のラウンド、16の試合で、韓国代表との試合が濃厚なため、今回は、韓国代表との過去対戦成績などを調べてみました。韓国との対戦は、半世紀以上にわたって、繰り広げられているが、ここまでは通算で、16勝23分、42敗と、大きく負け越して、だが2000年以降で見ると、戦績はほぼ互角。そして直近では、日本が2連勝しており、2試合連続で、3対0というスコアだった。ただし、その2試合は、東アジア選手権と親善試合だったため、お互いに万全で臨んだ試合とは言い難く、もし今回の、アジア大会で激突すれば、どちらが勝利するかは、全く読めない。しかし、そんな実力、各中の両者の対戦成績で、興味深い事実を発見し、アジアカップでの、日本と韓国の対戦は、1962年から、始まっており、これまで、合計7試合をこなしている。驚くべきはその内容で、6勝1敗で韓国が、日本を大きく勝ち越しているのだ。しかもアジアカップで、韓国が最後に日本に、敗北したのが、41年前の、ニューデリー大会まで遡る。過去の成績だけを見れば、韓国はアジアカップでの、日韓戦は、めっぽう強いと言えるだろう。ちなみに直近でのアジアカップでの日韓戦は、2018年の、ジャカルタ大会で、韓国が見事勝利。だが、日本にも明るい材料が揃っている。まず2018年以降、日本人選手の海外組は、倍増しており、アジアでは、歯の追随を許さない。前日の動画でも触れた通り、海外組の人数だけで見れば、日本が韓国を圧倒している。そして、2021年から22年にかけて、衝撃的な出来事が続い、こちらが、この2年での対戦成績になるが、日本が韓国を、各世代で圧倒した。しかも、全試合3得点以上で、無失点完封。前日の U22 日本代表は、U24 韓国代表に、惜しくも敗北したが、近年の成績だけを見れば、日本が韓国を圧倒しているとも言え、とはいえ、FIFA ランクは、日本が17位で、韓国が23位と拮抗している。個人的には、イラク戦のような配置ミスがなければ、願望込みで、日本が2対1で勝利と予想。皆さんの勝敗予想も、ぜひコメント欄に書き込んでもらえると嬉しい。ちなみにもし、韓国がグループ2位通過だったらごめんなさい。